この天才クリムが相手をしてやろう。そこか、見つけたぞ。受け取るがいい。簡単にはいかない相手らしい。あの機体が敵戦力の中心というわけか。わざわざ宇宙から来てご苦労なことだな。そこをどけ。覚悟も気合も何もかも足りんな。素早さには見るべきものがある。だがそれだけだ。精一杯やった結果がこれか。バカだね。あれもバラから生まれた機体か。アームレッグパネル、キラミサイルをばらまく。機体性能はほぼ互角なのに、なぜかて
お前たちがいるから戦いがいつまで経っても終わらないんだ。ビームコンスク、死体がもう、あれもバラから生まれた機体か。同じモビルスーツなのに、この結果はどういうことだ。地球の女というのは、あのように野蛮なのか。宇宙の人間っていうのは口先ばっかだね。お前の力を貸してくれ。そこをどけ。結末になるとは。カミーユ、これで終わりにしてやるぜ。ハイパーボイドを食らえ。これでもお前は戦いを楽しむというのか、ヤザン。ヤザン、戦争は遊びじゃないんだよ。どうした、ガンダムの名が泣いてるぞ。俺の相手を務めるに足るか、確かめてやる。そこだ、勇気と無謀を履き違えた結果だ。どこの世界でも軍隊はこんな兵器を作って、離脱が遅い。だったらこっちはGセルグなんだ。見過ごすわけにはいかん。倒せる敵から叩く。そこまでだ。肩にかける。1枚ぐらいくれてやる。なんだって、相手に守ってこいのやつだ。させるか。
弱い奴が来たなら、相手に近づきさえすれば。うわあ、この動きをこらえただと。機体は上等だが、肝心のパイロットはどうかな。獲物を生け捕るにはちょうどいい武器だ。もらった。同じモビルスーツだ。戦える。返してやる。ガキが生意気なんだよ。来たな。まだ動く。データ消耗。モビルスーツ直ちに破壊する。ターゲットロックを。攻撃開始。ここまでやられるとは。ガンダムめ、またもジオンの邪魔をするか。見えている。撃ち落とすのみだ。俺を狙ってのは無駄だ。シャングリラの時のことまだ根に持ってるのかよ。ビームサーベルの出力上げれば。いや、ガキどもが少しはできるようになったか。勘弁しろ。ダメージが溜まってきたか。そっちが攻めてくるんだから死なないでよ。甘いんだよ、小僧。どうやら楽しめ。獲物を生け捕るにはちょうどいい武器だ。いい感じ。この調子でいく。ヤザンゲーブ、お前を排除する。
気のハイパーボイルを食らえ。各部異常なし、作戦を続行する。ヤザン、戦争は遊びじゃないんだよ。今ならやれる。これで決めてやる。遊びでやってんじゃないんだよ。今はこんな戦争をやってる場合じゃないって分かれ。分かるぞ。ダブルゼータがみんなの力を、みんなの力がガンダムに。